今が久々ってもね、ちょっと最近来たんだよね、1年ぶりぐらいに最近行って、それ車で来てたから飲めなかったんだけど、今日は、飲みに来ましたということで、久々にシンガービートがね、いただきたいと思ってます、クルンテープということで、まあ、マスターにもちょっと。でこの感じで参拝してきましたね。なかなか良、かったです。でこの後今から飲みます。久々にシンハービールですね。まあタイが好きな方多いと思うんだけど、シンハービールでマスターがタイ好きな方ですからシンハ置いてます。ちょっと久々ですね、シンハービールのもの。本当に久々かな。まあこの味ちょっといただきます。うん、美味しいね。あとお通しのイチゴということで、イチゴですね、静岡に行くイチゴ、夢はどこのイチゴかな。家では、あ、まあでも飲みますよ、晩酌しますよ、毎日。はい。まあでも、本当もうビール一本と、ということで久々の登場のね、ヒデさんです。こんばんは。こんばんは。久々ですね。前もね、この紹介させて、昔から見ていただいたら知ってる方いらっしゃると思うんで、ヒデさんですね、登場です。今日は今ビール2杯飲んだ、これからちょっとおすすめのカクテルということで作っていただくんですけど、何を作っていただけるんでしょうか。今日はアキーダさんにコスモポリタンを作ります、はい、あ、なるほど。どういったものですかね、コスモポリタンというと。ウォッカベースです。ウォッカベースですか。おウォッカとクランベリージュースとコアントロー、はい、あとレモンが入ります。ああ、いいですね。とても美味しいですか。いいですね。ありがとうございます。ということでこんな感じでいただきます。うん、香りがいいですね。お、結構ショートカクテルだからかな、まあ、クバリブレ、クバリブレ、驚いしさをクバリブレ、うん、クラシックルカクテルの一つでこうね、はい。で、キューバリブレですね。注文しますね。ぜひこれ、どんなやつですか、キューバリブレは。これは、はい、伝統的なカクテルの一つです。あ、伝統的な、はい、はい。ラム、コーラ。はあはあ、ラムとコーラで。ライム。ラムを注いで、はい、コーラを注ぎ、ライムを入れて、スティア、ちょっと混ぜます。おー、なるほど。とっても美味しいカクテルの一つで、はい、こう
インターナショナル、ええ、世界中のこうバーにおいて、ええ、メニューに載ってる一つですね。ああ、はいはい。こう日本ではこう日本のこう、ええ、バーのカクテルメニューなんですけど、ええ、世界にはこういろいろこう、はい、ロングアイランドアイスティー、はい、ダイキリ、ええ、マンハッタン、まあ、いろいろこう世界のバーのこう共通のカクテルなんですけど、ええ、その代表的なカクテルです。ああ、なるほど。キューバリブレイ。でまあ、こんな感じでキューバリブレということで、キューバね、行こうと思ったんだけど、結局行けずじまいで、まあ、いずれ行こうと思ってるんですけど、まあ、キューバリブレですね、このハバナクラブということで、まあ、結構キューバリブレって世界的に有名なカクテルですよね。それがちょっといただきます。他の国でも飲んだことあるかな。うん、いいですね、このコーラとハバナクラブ、あとライムということで、飲みやすいですね。